皆さんこんにちは、まめです。今回はこちら、あのビチュアから新製品ビチュアプロが誕生したのでご紹介したいと思います。今回の製品、結構テンションの上がる機能がたくさん盛り込まれている、そんな新製品になっていますので、楽しみに見ていただけたらと思います。というわけでビチュアプロの魅力をしっかりとお伝えしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。ビチュアの箱、前回もそうでしたが、凝っているのがポイント高いですよね。で、このように開けるとこちらに本体が入っていますね。メガネケースより一回り大きいぐらいのサイズ感になっています。横幅はほぼメガネケースと同じですね。高さの部分が一回り大きいぐらいの、そのようなサイズ感になっています。で、開けてみると見た目は前回とほぼほぼ変わらない、そういったものになっていますね。この製品、知らない人のために簡単にご紹介しておくと、 MacBook や iPhone にケーブルで接続して使う製品になります。iPhone や MacBook の画面を目の前に大画面で見ることができるんですね。普通にサングラスをかけるように開いてよく見るとレンズの部分が二重になっている、こちらの部分に映像が映し出されて、まるで大きな画面が浮かんでいるかのように投影することができるデバイスになっています。サングラスの耳に当たる部分にスピーカーが内蔵されているんですね。これのおかげで周りを気にすることなく大迫力の音で映像をさらに楽しむことができるというわけで、それだけではなくってこちらですね、これ度数調整のダイヤルになっています。くるくると回すことで、僕結構目が悪いんですが、メガネをしなくても映像をくっきりはっきり見ることができるわけなんですね。この機能がこの製品の大きな魅力の一つと言ってもいいぐらい素晴らしい機能かと思います。で、このケースの上側に専用のケーブルが同梱されています。こちらを磁石でピタッとくっつけて、あとは反対側 USB-C になっていますので、 iPhone15 シリーズであればそのまま接続することができます。こうするともうすでにこのようにですね、 iPhone の画面がサングラスの中に表示されているのがわかるかと思います。これ実際にサングラスをかけてみると、大画面の iPhone の画面が目の前に表示されている、そういった状態になるわけですね。で、もちろん MacBook に接続するとビチュアプロ越しに見ることができるわけです。実際のイメージ映像でいうとこういうふうに見えます。で、これ注意が必要なのは顔を動かした時ですね。画面も顔の動きと一緒に動くので、目の前に画面がずっと浮いているかのような、そういった製品ではないというところは押さえておく必要があります。で、本体のこちらの小さなボタンを押すことによって、このように周囲の明るさを変えることができるんですね。周囲を暗くしてより画面に集中することができたり、周りを見ながら作業をすることも簡単にワンクリックでできてしまいます。で、今回何が進化したのかというと、大きく分けて2つ進化しています。1つは映像クオリティの向上ですね。前モデルと比べてかなり綺麗に明るくなりました。2つ目は iPhone や MacBook との接続ですね。接続してできることが大きく変わりました。この2つを丁寧にご紹介していきたいと思います。実際にお見せできないのが悔しいところですが、今回映像クオリティがかなり向上しています。まず画面サイズですね。前モデルと比べて約 10% 画面が大きく見えるようになりました。さらにそれだけではなくて、リフレッシュレートが最大 120Hz に対応したに加えて、明るさも4002とまで向上したんですね。実際に確かめてみましたが、明らかに明るくなったと感じるぐらいめちゃくちゃ明るく表示することができます。ぶっちゃけ一番明るいモードにするとちょっと目が疲れるかなというぐらい十分な明るさを出してくれるので、前回明るさが物足りなかったという方にとってはぜひとも使っていただきたい一台になっていますね。今見てもらっている画面、この小さな字もくっきりと見えるぐらい、それぐらいの解像度になっています。
今回フル HD に対応していることもあって、画質に関してはこれで十分なんじゃないかと言えるぐらいの映像クオリティになっているように感じますね。といった感じで、なかなか映像クオリティも向上しているわけですが、今回の製品、ここからが重要ポイントなんです。まずはこちら、 Mac でスペースウォーカーという専用のソフトをインストールしましょう。このソフトを使うことで Mac の作業をなんとマルチディスプレイで行うことができるんですね。スペースウォーカーを起動しましょう。するとビチュア X グラスに接続という画面が出ますので、パソコンとビチュアプロを接続します。するとバーチャルデスクトップをカスタマイズという画面が出ますので、レイアウトを選択をクリックしましょう。するとこのようにディスプレイをどのように表示するかを選択することができるんですね。個人的におすすめなのはこちら、超高ワイドパノラマ、こちらにしておくと横長のワイドディスプレイのようなディスプレイが目の前に広がって、いくつものアプリを置いて作業することができますので、個人的にはこちら結構おすすめですね。スペースワーカーを起動をタッチすると、ビチャープロをかけた目の前に MacBook の1画面では表現できなかった大画面での作業を気軽にすることができるわけですよね。これは結構画期的で、僕よくリビングでこのように作業をすることはあるんですが、やっぱり書斎のマルチディスプレイと比べると作業効率って下がってしまいます。そんな時もこれさえ持ち出しておけば、リビングであってもマルチディスプレイそれ以上の大画面で作業することができますので、かなり効率を上げることができるというわけです。というわけで MacBook との接続もマルチ画面に対応して激アツなわけですが、個人的にテンションが上がったのがこちら、 iPhone との接続ですね。 iPhone との接続、今回劇的に改善されています。iPhone でもこちら、スペースウォーカーというアプリをインストールしておきましょう。で、こちらを開いてから iPhone にビチュアプロを接続すると、このように画面が切り替わるわけです。この状態でビチュアプロの画面どのようになっているのかというと、このようになっているんですね。通常であればこのように iPhone の縦長の画面が空間上に浮かんでいるような、どうしてもそういった表示になるわけですが、スペースウォーカーのアプリを開いた状態で接続すると横画面での表示に対応するんですね。で、この画面上で何ができるのかというと、専用の OS が立ち上がっているような状態になりますので、 YouTube を見たり、ブラウザで検索をしたり、写真を見たり、メモを確認したりといったこともできちゃうわけです。で、ここで気になるのが、どうやって操作するのかというところですよね。画面は目の前に映っているんだけど、操作はこちらでしないといけないので、画面上のどこをタッチすればいいのかというのが分からなかったわけなんです。これ結構致命的で、ちょっとアナログ的な使い方しかできなかったわけなんですが、今回この iPhone、 このように動かすとレーザーポインターがこの動きに合わせて動いてくれるんですね。しかもそれだけではなくって、このようにスクロールすることでブラウザをスクロールすることもできますし、ボタンを選択するとハプティックが動いてコツコツと振動を返してくれるんですね。この UX の体験もなかなか素晴らしいものだと思います。といった感じで、 iPhone と接続した時の使い勝手を見事に改善してくれたのが今回の製品になっているわけ。これはなかなか直感的ですし、特に説明書を見なくてもすぐに操作することができましたので、ぜひぜひこれは実際に使ってみてほしいなといったところです。あと、よく考えられているなと思ったのがこちらですね。画面上でキーボードの入力モードになると、 iPhone のキーボードが立ち上がる仕様になっているんですね。 iPhone で直接文字を打って検索することができるんです。ユーザー体験としては非常にいいし、よく考えられているなと感じました。というわけで、ビチュアプロいかがだったでしょうか。実際に使ってみていいなと思ったポイントは、一つは仕事でもしっかりと使えるデバイスになったなというところ。ぶっちゃけ前回までのデバイスは Mac の画面をそのまま映すことしかできなかったので、それだったら MacBook でいいやと感じてしまうシーンも多かったわけですね。
なんですが、今回はようやくマルチ画面に対応したことで MacBook で作業する以上のことがこのデバイスでできるようになったというのは非常にポイントが高いと思います。それからやっぱり軽いですね。僕 Vision Pro を購入して使用しているんですが、それと比べるとやっぱりはるかに軽いです。映像の投影方法も違いますし、完全に違うデバイスと分類する方がいいかなと思っているんですが、普通のサングラスをかけているのと支障がないぐらいの軽さと柄の太さになっているので、そのあたりの付け心地に関してはかなりいいのも嬉しいポイントです。あとは充電の必要がないところも押さえておくべきポイントですよね。それから気になったポイントもお伝えしておくと、一つはこのレビュー動画で映っている映像をお見せすることができないのが正直紹介しづらい部分ではあるんですよね。といったこともあって、できれば画面収録の機能に対応してほしいなと感じています。難しければスクショの機能だけでもいいので搭載してくれると、さらにビチアプロの魅力が伝えられるかと思いますので、次回作ではぜひその機能を搭載していただけたらなと思いました。あと iPhone や MacBook の画面を長時間投影していると、今も実際に接続中で画面が映っている状態なんですが、この右側の絵ですね、こちらの部分がちょっと厚くなります。装着している時はこの部分は直接肌に当たる部分ではないので、外したくなるぐらい厚くなるというわけではないのですが、耳から外す時などに、あ、ちょっと厚いなと感じるぐらいの厚さを持つことがありますね。あともう一つ注意が必要なのは、目が悪い人はコンタクトがないとキーボードを見ることができないというところ。どういうことかというと、ビチアプロダイヤル調整をすることで視力の悪い方でも見ることができると言いましたが、これ調整することができるのはビチアプロ上で映している映像のみになります。つまり普通のサングラスから透過して映る現実世界は裸眼で見ている景色になりますので、画面は綺麗に映るんだけどサングラスを通して見るキーボードはぼやけて見えるといったことが目が悪い人には起こってしまいますので、そういった方はコンタクトをつけて使用することをお勧めします。それからせっかくなのでオプション品についても簡単にご紹介しておくと、まずはこちらですね。これ Nintendo Switch をビチアプロを使って遊ぶには必須のデバイスになってきます。こちらの端子に付属のケーブルを接続して、 Nintendo Switch の USB-C の端子に反対側を接続しましょう。これでスイッチもビチアプロでビチアプロの大画面で遊ぶことができるんですね。で、これだとちょっと取り回しが悪いので、このような専用のケースがあって、ケーブルに接続する前にスイッチをこのようにはめ込んで、反対側にドックをはめ込んであげると、あとはこの2つの穴にケーブルを挿してあげるだけで OK です。こちら側にサングラスのマークがありますので、ビチアプロの USB-C ケーブルをこちらに挿してあげるだけで大画面でゲームを楽しむことができるというわけです。あとはこちらですね、ビチアから専用のゲームコントローラーまで誕生しています。かなり持ちやすいコントローラーなんですが、これいつ使うのかというとこちらですね。こちらのネックバンドを装着すると中に OS が入っていますので、いろいろなアプリを使用することができます。その中のゲームを起動してこちらのコントローラーを使ってゲームを楽しむことができる、そういったコントローラーになっていますね。ビチアプロの骨の髄まで楽しみたいという方はこちらのコントローラーもぜひ購入して楽しんでいただけたらいいかなと思います。というわけで以上いかがだったでしょうか。ビチアプロ金額は税込み 74,880 円となります。他の XR 系のデバイスと比べるとだいたい相場ぐらいの値段にはなっているかなといったところですね。それからこちらのモバイルドックは税込み 21,800 円、専用コントローラーは税込み 5,480 円となります。ビチアプロ個人的にはやっぱり iPhone の接続や MacBook との接続がかなり熱いなと思いました。MacBook の接続に関しては作業効率も上がるくらいに使用感がアップしていますので、エンタメだけでなく作業効率目的でこちらを購入するのも普通にありと断言できるようなクオリティに仕上がっていますので、気になっている方ぜひチェックしてみてください。概要欄に全てのリンクを貼っておきます。以上、今回はビチアの新製品ビチアプロをご紹介しました。
それではまたお会いしましょう。